こすげえな、こう見るとその画角はあの、そやだけじゃなくてラーメンも荒らそうとしてるおいしそう。何した？ミサすすれ TV ゼレゼレすすれです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、こんなシチュエーションでラーメン食べたら絶対うまいだろうということで、本日のお店はこちらです。ドン！東京メトロまたは都営線浅草駅から徒歩5分くらいのところにありますラーメン弁慶浅草本店さんにお邪魔してます。こちら弁慶さんはかなり前に今回の本店に訪問したり、最近では門前仲町店に行ったりと、背脂補給には欠かせない東京背脂ちゃっちゃ系ラーメンの老舗とも言えるお店です。話は変わるんですけど、めちゃくちゃ動き回って疲れた時のラーメンってめっちゃ体に染みて美味しくないですか？今回はですね、私すする久しぶりに草野球に参加してきまして、その帰りのラーメンということで最高のコンディションで背脂ラーメンをすってきました。草野球で散々動き回って疲れた後のラーメン、うまいに決まってるじゃないかということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。というわけでですね、本日は草野球 YouTuber の向こうずさんの試合に参加させていただきまして、まあ結構ね前は参加してたんですけど、ちょっと緊急事態とかもあってね、いろいろあってなかなか参加できてなかったんですけど、なんとですね本日あのラーメン店のドキュメンタリー映像とかを制作してるあのお祝いチャンネルさんの方からちょっと試合やりましょうって言われて、それであの本日ですね向こうず VS お祝いチャンネルが繰り広げられてるっていう、まあすでにねもう5回6回ぐらいまで来てるのかな、7回か7回何回ちょっとわかんない、結構すでにね試合は佳境まで来てて、まあちょっとどういう結果になるか、まあ向こうずチャンネルの方お楽しみにという感じなんですけど、今日は割と僕もねエラーとかなく活躍できてる感じなんで非常に楽しいですというわけで、まあ試合終わったらちょっとまたラーメン食べに行こうと思ってるんで、よろしくお願いしますって感じで、よろしくお願いします。ネクストバッターズサークルで入念な素振り、メガネがないとほぼ見えないので古田選手や初芝選手を彷彿とさせるスタイルでやっていきます。果たしてすするはこの後ヒットが打てたのか、その結果は動画の後半でお楽しみに。そして草野球の後はもちろんラーメンでパワー補給です。というわけで草野球終わってラーメン屋向かっております。本日のお店はですね、まあ野球終わった後にぴったりなんじゃないかな、もう背脂ギタギタのちゃっちゃ系ラーメンがいただける弁慶さん来ました。久しぶりの浅草本店でございますということで、もう今日は超ギタでしょ、がっつりいきます。レッツゴー。さあラーメン弁慶浅草本店さん、食券です。今回は味噌チャーシュー麺と小ライス、さらに味付け卵をプッシュしました。食券提出時に油の量を選べ、今回は満を持して一番最大量の超ギタをお願いしました。そのコールと同時に店内が少しざわつき、とんでもないことをしてしまった気がしてきました。そしてそれはラーメン到着時により膨れ上がります。おう、こちらがラーメン弁慶浅草本店さんの味噌チャーシュー麺味付け卵トッピング油超ギタです。うはん、マジでこれ本当に大丈夫かと思ってしまうくらいの一面油化粧で、画面上はほぼ油しか見えない。だがこれは野球で疲れた体に効いてきそうだぞってことで、いただきます。ではまず恐る恐るスープからビキン。まろやかな口当たりの濃厚味噌スープに大量の背脂が嫌が王にものっかり、スープ全体を超分厚くコーティング。それに伴ってすするもセンター分けになり、全体に行き渡らせながらじゃんじゃん補給していきます。さあお次は背脂の海から麺をリフトアップし、せーのですすろう。めぎゃん、麺はしっかりコシのある中太麺で、麺自体の風味もよく濃厚味噌スープとの絡みもバッチリ。そしてどうやっても絡んでくる背脂もコクや厚みをプラスしてくれて、すすりも進む。これだけ大量の背脂を摂取していますが、意外にも全くもたれる気配がないのもすごいところです。さてここでチャーシューをライスにバウンドさせて食らう。お箸で持つだけで崩れるヤワトロちゃんで、脂身の海苔もかなり良く、増したことが大正解な美味しいチャーシュー。だんだんすするが誰かに似ているように見えてきましたが、そっちの正解は出てこず、でもご飯との相性はサイ&コーなので、後でじっくり考えることにします。てな感じで、実はネギもいい味を出していて、ここ最近ネギのありがたみをひしひしと感じている次第でございます。チャーシュー麺にしたのでうまうまチャーシューもたっぷりで、野菜に巻いたりしてご飯のお供にしていきます。さあここで豆板醤を投入。
背脂自体に味がついていないので、スープ本来の味が薄まってしまうのを、この豆板醤が塩分とピリッとした辛さでもって引き締めてくれ、スープの旨味を底上げしてくれるナイスな味変。そして豆板醤のピリ辛さでビビッとひらめきました。僕はセンター分けのすするがモグロ福蔵に見えると思います。皆さんは誰に見えていましたか？よければコメントで教えてください。というわけで、最初はどうなることかと思いましたが、終盤戦になっても全然もたれることはなく、むしろもうこの背脂たちとお別れなのかと寂しくなるくらい、いっぱい動いた後の背脂補給、こういうのを幸せっていうのかもしれません。そしてここで草野球でのすするの打席の結果が届いたのでご覧ください。あつ森センター前に落ちるザ・ヒット、非常に気持ちいいヒットでした。それではラストに背脂をまとわせた味付き卵をカプリと食らって、本日も完食です。大変美味しくすすれました。もたれないとは言ったものの、背脂に自信のない方はご注意ください。背脂大好きな方はもちろんおすすめです。それではごそれおう。はい、ごちそうさまでした。いやー、ラーメン弁慶浅草本店さんに行ってきたんですけれども、超ギタ、超こってりの一杯、うまかったです。前にですね、弁慶マニアの方に、弁慶行くなら超ギタだろと言われて、ずっと注文したいと思っていたこの超ギタコール。今回ですね、意を決して店員さんに超ギタでお願いしますと言ったところ、心よく OK をいただきました。そんなこんなで注文した一杯なんですけども、運ばれてきた瞬間にちょっと周りがこうなんかざわついたんですよね。ざわ、あいつ、な、超ギタ頼んでるよ、みたいな。僕がね、こう、すまし顔でなんかこうちょっと2っぽい注文したったぞみたいな、ちょっとこうドヤ顔感も出せてちょっと気持ちよかったですね。上にかけられた背脂には味がついていないので、さすがにそのまま食べるとちょっとね、本来の味が薄まってしまうっていうところもあるんで、途中からね、卓上の豆板醤を投入してみると、豆板醤の辛みと塩分がキリリと全体の味を引き締めてくれて非常に美味しかったです。超ギタであれだけの背脂の量があるんだったら、味変はマストかなと思いました。とはいえね、初めての超ギタハマりそうな中毒性のある美味しさでした。背脂大好きな方にはね、ぜひぜひおすすめしたいです。まあ、草野球後っていうこの心地よい疲れもあった後の超ギタが体に染み渡ってめちゃくちゃ美味しくいただきました。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメン弁慶浅草本店さん、今日のすするは4打数1安打や。草野球チャンネル向こう図さんの動画もよろしくお願いします。どうもチャルゾーです。のびです。編集コーク、はい、本日のお店はラーメン弁慶浅草本店さんです。背脂補給ということで、はい、背脂3回ぐらい目ぐらいですよね。すごい最近多いな本当に。まあでも野球やってきたということで、そうですよ、センター前にヒットを打ったとね、まあ、4打数1安打なんでそれ以外は全部ダメなんですけど、まあまあまあ詳しくは向こう図のね、ね、チャンネルの方でも多分放送されますん で見てくださいこのセンター分けセンター前にヒット男のセンター分けほんまそうやね、自分でここを開いていったそう、この短いからモグロフグゾーみたいな感じもするし、かっこいいな、なんかピスタチオ感もあるしちょっとね、誰のいや、何のやなんにょ吸ってるんですね。まあね、でも運動した後に背脂はうまいでしょ。最高でしょうね。最高ですよ絶対に。超ライスも食べちゃって、ほんまにいいですね。うん、野球やってますよ最近。いやいや、もう一回もやったことない。にわかおじさんやから、ただの野球好きなだけ。野球見たことあるにわかおじさんやから野球しようぜおい。